さにってことじゃないんですけども、まあ、黒川さん街頭です、あの寄付金とかいろいろもらってますけど、お今日俺こっち関係ないんで大津さんへの質問やってる。答えない。いや答えないんじゃなくて俺の会見じゃないんで。わかりますか、まあ、じゃあまあ今日はしましょう。はい。あなたやってるのバカだよ。いやこういうふうにすっと逃げるの。違う。空気読めバカ。失礼だと思います。空気読め。失礼だぞ。大津さんに失礼。大津さんに失礼だろうが。いや聞きたい気持ちはよくわかるので、はい、ごめんなさい、今は答えられないということですね。まあ、別に聞きたいんじゃ、はい、見ていて大津さんのですね、一応投資としての立場で一応いるんですが、他のメンバーに対して の、 発言というか、投資としての他のメンバーをに対する発言が足りないのかなと。自分のことは発信するけど裏でしてるかもしれないけどっていうところが、やはりちょっとその投資という立場をあまりできてないように感じて、そこら辺ご自身ではどうですか。もう私本当に政治家女子の候補者の方とたくさん関わりたかったんですけど、私と話すっていうことがもう謀反みたいな形になっていたので、踏み絵みたいなこともさせられてたじゃないですか。大津党首はもう党首ではないにチェックをして、斉藤議員の、公認の、政党の公認の紙で出している人もいれば、それが受理されなかった方もいたりとか、そういう、混乱もあったんですけど、その中で私がじゃあ私派になれと言ったら本当に苦しい思いしますよね、政治家女子の候補者は。だから私は連絡も、表立っては取れないし、この子は私と連絡してくれましたみたいなことも言えないじゃないですか。その子が本当ハスミンだってもうボランティアの方減ったんですからね。その中でも協力してくれたハスミンのことは本当にありがとうと思っていますけれども、他の候補者も、ポスターが届かないかもしれないとか、ボランティアさんがいなくなってしまうかもしれない、嫌がらせがあるかもしれないとか思いながら、この選挙の日をやっぱ迎えるわけで、だから私がその候補者になんかこの子は私と仲いいんですとかいうことに何も意味がないと思いました。なので言いませんでした、はい。だから私は党首としてとかそんなことではなくて、本当に一人一人が、どの立場であれ NHK 党に行ったとしても、何でも本当、私の、悪口でもいいけどそういうこと言ってたとしても、もう受かってほしかったんです、とにかく。もうそれみんなポジショントークしなきゃいけなくなってたから、その立場に追い込んでしまったことはもう党の責任ですよ。そんな立場にもこれ以上したくないんです、だから当たり前になんか自由に発言できる、本当にのびのびと心からね、みんなで応援してみんなで受かることができるっていうことをやっぱ目指すためには、こういう、内紛にみんなが巻き込まれるような状況というか、パワハラみたいなことがある状況をもそもそもなくしたいですし、だから私は党首として発言する意味はあまりこう政治家女子のためにはならないと思っていたんです、はい。この統一選が終わるまではやっぱり、そのさっきのポスターのことは何だっていうね、ことで選挙戦に関わることに、実質的な支配を向こう立花さん側がしてたわけですから、そういったところしょうがないのかなというところなんですけど、これが5月の前半で仮処分が出ると思うんですけど、そこら辺から本当にしっかりとその果たして本当に大津さんが主導権が握れるのか、それとも立花さん側が主導権を握るのか、そこら辺がある程度少し見えてきますけど、そこでどうですか、その勝算というか仮処分、勝てるという感じは思ってますか。通常であれば私は勝てると思っていますし、お金があるところに人が集まるんだとすれば、私が認められればその女の子たちを、プロデュースしていくということはできると思うので、
まあ、やっていきたいなとは思っていますけれども、まあ、それを、まあ、できる限り早くできるように頑張っていきたいと思っていますし、私は、まあ、あの政治家女子の候補者の方からいろんなね、立花さんが話されていた、まあ、陰謀論みたいなものを信じている、まあ、女性たちもいらっしゃると思うので、それはとても残念だなと思っているんですけども、まあ、あの正しいことを当たり前に、あの事実だけを発信していくということを続けていれば、あの分かってもらえると思っているので、それはもう地道にやっていくしかないなと思っています。はい、今大津さんがその主導権を握れたとしても、資金の、まあ、あの枯渇状況というのは変わらないと思うんですよね。うん、そこら辺についてはどういうふうなお考えですか？もうそれはあのやはり裁判とかもう資料を全て見てからじゃないと、どのようにしていくのかって方針が立てられないので、今のところ何も言えないと思います。はい、それこそもうこれはダメだってなってね、潰すしかないみたいになる可能性だってあります。うん、だからそれはもう早く解決したいので、もうできればもう早く開示してほしいんですよ。それをしてくださらないわけですから、それこそ、まあ、あの立花さんが、ね、私の家をピンポンして、あのお金を返せと言いに行けと、あの言ってらっしゃいましたけど、見せてもらってないのに、経理の情報、口座の情報を、なんで借用書ですって言って、はい、あなたにじゃあそれ返しますってなるんですかと。それちゃんと照らしてみないと、まあ、本人かどうかも、それいくらかどうかもわからない、当たり前のことですよね。そういうことを言ってらっしゃる方なんで、まあ、ちょっともう本当に私自身も困ってるんですよ。はいとしか言えないです。はい、はい、ありがとうございます。